女の子と仲良くなりたい。精神科医カバサオションのカバチャンネル、今日は質問いただきました。大学生です。気になる女の子がいるのですが、どうやって仲良くなれるか分かりません。どんな話をすればいいのか、デートに行くにしても今までまともにデートをしたことがないので何をすればいいのかも分かりません。週1回同じ授業を取っているので、そこで仲良くなりたいです。アドバイスをお願いします。何を話していいか、相手に好印象を与える話し方ってことですね。はい、それは簡単ですね。人間は共通点があると非常に好意的になる、心をオープンにするんですね。だからその人と何か共通点はないのかってことを探るように聞くということですね。例えば音楽どんなの聞くのとか、スポーツどんなの好きなのとか、食べ物どんなの好きなのとか、いろいろあると思うんですけど、その中で何か一つ共通点があると、そこで盛り上がることができる。盛り上がった上で一歩今よりも近い状態に変わるということですね。人間の心理法則ですね。自分と似た人を好む、自分と共通点のある人を好むっていうのが人間の特徴です。逆に言うと、自分と共通点が全くない人と親しくなることは不可能じゃないけども、非常に難しいことですね。恋愛以外でも同じなんですけど、相手との共通点を探るっていうことをまずやっていくといいと思います。そしたらその共通の話題があれば、また次の日でも1週間後でもその話題で何か変化が起こればね、まあスポーツとかだと一番分かりやすいですけど、巨人ファンの人だったら昨日巨人勝ったよねって言ってあげたら喜ぶわけでしょ。まあ、それと同じようで、共通の話題があるとそれだけでとりあえず話すネタっていうのが出てくるので、その辺から入っていくっていうのが一番いいかなというふうに思うんですね。共通話題、これとっても重要です。恋愛にしてもそうです。ビジネスで初めてのクライアントさんとか、何か商談相手とかあった時も、何かこう一つの共通点があったりすると一気に仲良くなる。例えば、私札幌出身です、私も札幌出身なんですよって言った瞬間に全然もう仲良くなっちゃうでしょ。そういうことですね。そういうものを見つけながらちょっとずつ仲良くなっていくということがいいと思いますね。デートしたことがないので何をすればいいか分かりません。それは分からないよね。デートしたことある人に聞いてみたらいいと思います。まあ、いろいろリサーチするってことも重要なので、同級生とか彼女がいる人とかに聞いてみたらいいんじゃないでしょうかね。一番ね、いずれにせよデートするまでには徐々に親密度を高めていかなきゃならないので、人間っていうのは共通性がある人と仲良くなりやすいってことはとても便利な心理法則なので、覚えておくといいんじゃないかなと思います。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。